植物の体の作りと働き第3章、今回は蒸散について一緒に学んでいきましょう。さあ、植物の酸素や二酸化炭素の出入り口、そして水蒸気の出口、どこでしたっけ？気孔ですよね。この気孔から水蒸気が空気中へ出ていく現象について今回は学んでいきますと。はい、まず根から吸収した水が水蒸気となって気孔から出ていく現象のことを蒸散と言います。これが気孔ですね。この唇みたいなやつね、三日月の形をしたさ、後編細胞の隙間、ここに気孔があるんでした。根から吸収した水が水蒸気となってこの気孔から出ていくこと、これを蒸散と言うんですよと。でこの蒸散ね、どんな働きがあるのかというと、植物体内の水分の量を調節しますよと。そして根からの水や養分の吸収を盛んにしますと。はい、そして葉全体の温度を調節しますと。このね、蒸散が盛んに行われる時ってどんな時かというと、温度が高い時、そして湿度が高い時、そんな時はね、蒸散が盛んに行われるんですよ。だからまあ人で言うとさ、汗をかくことに似てますよね。暑い時汗が出るとね、まあ、そんな風にこの蒸散ね、知っておくといいでしょう。では続いて実験紹介しますと。これね、蒸散を調べる実験なんですね。はい、ちょっと見ていきましょう。葉の枚数や大きさが同じ枝を3本用意しましたと。だからこの 1,2,3,ABC か。この ABC は葉の枚数も大きさも同じだということですよ。はい、そして A にはここ葉の裏、 B には葉の表、 C には葉の表と裏にワセリンというものを塗りましたと。で、3つの枝を同じ量の水を入れた試験管に入れ、少量の油を水面に注いで光の当たる場所にしばらく置いて試験管の水の減り方を調べましたと。さあ、この実験結果を見る前にさ、なんかね、あれ、なんだこれっていうのはありましたよね。まずこれをワセリンを塗りました。なんだこれと。はい、ワセリンを塗るのはなぜね。A には葉の裏、 B には葉の表、 C には葉の表と裏にワセリン塗ったんでしょ。なんでこんなことしたのということなんですが、これは気孔を塞いで蒸散ができないようにするためだったんですね。例えばだから A で言うならさ、 A は葉の裏にワセリン塗るでしょ。そうすると葉の裏にある気孔が塞がれてしまう。はい、そうすると植物の中から外に、水蒸気が出ていけないですよね。まあ蒸散できないよねということで、このワセリンというのを塗りましたよと。はい、続いての疑問があるんじゃないですか。はい、ここですよ。ここか。少量の油を水面に注いで、まあ、これどういうことかっていうとさ、これ水ね。で、この部分にね、少量の油を注いだの。はい、これなぜかというと、水面からの水の蒸発を防ぐためだったんですね。今回さ、これっていうのはどれだけ蒸散したのかっていうのを調べたいのよ。蒸散するってことはここのさ、中にある水の量が減るわけでしょ。まあどれだけ減ったかっていうので蒸散の量がわかるわけよ。だから勝手にさ、これね、蒸散とは関係なく水が蒸発して水が減りましたよっていうとさ、この蒸散とは関係ないでしょ。だからそれを防ぐためにさ、この少量の油を注ぐことによって水の蒸発を防ぐということなんですね。はい、それでは実験結果見ていきましょう。はい、ここです。はい、A、ここに 2.1 と書いてありますね。これ水の減少量です。この減少量何を表しているか皆さん分かります？ A には葉の裏にワセリンを塗ったということは、この減少量は葉の表、葉の表だけじゃないですよ。葉の表と葉以外の蒸散の量をこの 2.1 っていうのは表してるわけでしょ。だってね、 A は葉の裏にワセリン塗ったんでしょ。だからそこからはもう蒸散できないんですよ。じゃあどこから蒸散できるの？葉の表、そして葉以外ですよね。はい、そこから、蒸散した量っていうのがね、減った量が蒸散した量ですから、約 2.1 だったということですね。はい、じゃあ B 見てください。はい、B は葉の
表にワセリンを塗ったってことなので、あの表からは蒸散できませんと。じゃあどこでできるのっていうと、このヘッタリオっていうのは歯の裏と歯以外の蒸散量がこの B には書かれていると。歯の裏と歯以外で蒸散した量は 8.4 ということですね。はい、C はどうですか？はい、C は歯の表と裏にワセリンを塗ったんだから、歯からは蒸散できませんよね。じゃあどこでこれ、蒸散した量なのっていうと、歯以外ですよね。歯以外からの蒸散量は 0.3 と読み取ることができますよと。はい。ということで、まあ、そこまで理解したら、この、結果より、ここ解きましょうか。結果より、歯の表からの蒸散量は何立方センチと分かりますか？歯の表ですよ。2.1 は歯の表ではないですもんね。歯の表と歯以外で 2.1 ですよ。だから 2.1 ではないね。2.1 からさ、2.1 立方センチメートルから、この歯以外引いてあげれば歯の表が残るから、ね、歯の表足す歯以外が 2.1 なんだよ。はい、そこから歯以外を引く。歯以外の蒸散量は 0.3 なんだから、2.1 から 0.3 を引いて、これ答え 1.8 になるよね。はい、ということで歯の表からの蒸散量は 1.8 立方センチメートルと分かりますと。はい、続いて、はい、結果より歯の裏からの蒸散量は、はい、B に注目。はい、B 8.4 っていうのは歯の裏と歯以外ですよね。だから 8.4 からこれは歯の裏と歯以外だから歯以外のね蒸散量を引いてあげます。歯以外は 0.3 ですから 8.4 から 0.3 を引く。はい、そうすると 8.1 になりますよね。はい、ということから歯の裏からの蒸散量は 8.1 立方センチメートルと分かりますと。はい、そうするとさ、これ見てください。歯の表からの蒸散量は 1.8、 そして歯の裏からの蒸散量は 8.1、 はい、そして歯以外の蒸散量が 0.3。 はい、これ見てなんか思ったことありません？これ他と比べてなんかダントツに多いよね。この結果から歯の裏からの蒸散量多いね。歯の裏からの蒸散量が多いので、このことからね、気孔は歯の裏側に多い、あ、これ日本語ちょっと変だな、多いことが分かりますよね。なぜなら蒸散が行われる場所ってどこでしたっけ？気孔ですよね。だから歯の裏の蒸散量がこうやって圧倒的に多いってことは、そこに気孔がたくさんあるんだということじゃないですか。ということで気孔は歯の裏側に多いことが分かりますと。はい、ということで今回は蒸散について一緒に学んでいきました。